アクセル・メルクスはベルギーのイックル出身の元自転車プロロードレースの選手。1993年のデビュー以降アシスト選手として活躍。2000年にベルギー選手権ロードレースで優勝し、2004年のアテネオリンピックではロードレースで銅メダルを獲得。2007年のツールド・フランス感想を最後に引退した。父親は 史上最強のプロロードレース選手と評されるエディメルクス。現在は UCI コンチネンタルチームであるハーゲンズ・バーマン、アクシオンのチームディレクターを務める。1993年モトローラでプロデビュー。チームを転々としつつ、190センチメートルを超える恵まれた体格を生かしてアシストとしてのキャリアを積んでいく。1998年にはツールド・フランスで、 総合10位に入り、クラシカ・サンセバスティアンデモニーに入る活躍を見せ、以後も一流のアシスト選手として活躍する。2000年には、ベルギー選手権で優勝し、ジロでイタリアの第8ステージでも勝利する。そして2004年アテネオリンピックでは、銅メダルを獲得し、父のエディメルクスが唯一果たせなかった、オリンピックでの表彰台に上がった。 2007年3月に家族との時間を大切にするためという理由でツールドフランス出場後に引退することを表明。総合62位で完走したのを最後に第一戦から退いた。ツールドフランスには8回出場し、6回の完走を果たしており、アシストとして逃げを打ったり、エースを牽引する姿がしばしば映し出されていた。引退後はカナダに旅行会社を設立。 主に自転車ロードレース観戦ツアーを企画するなどしている。2009年からは、ランス・アームストロングが創設した U-23 を対象とした若手育成チーム、トレック・リブストロング U-23 の監督に就任。2013年7月24日、フランス上院のドーピング調査委員会は、1998年の ツールドフランスで採取した血液サンプルの調査結果を公表。総合優勝のマルコ・パンターニア・ポイント賞のエリック・ツァベルラ18名がエポを使用。また、疑わしい値が検出されたとしてアクセル・メルクスラ12名を公表した。ありがとうございます。